ていく背後置き返してゴール前サイド佐竹ボールを奪ってスペースを狙ったボール吉田優輝のところですけれどもさあここを抜ければチャンスになるが流し込めるか流し込みましたここは三上がボールキープシュートに行きますがここはかかっていますこのシュートはクロスバー直撃そしてシネが叩き込みました秋田海舟若さクロスを上げますファーサイドですが流し込んだいいよ来ました中村亮太が頭で落としたところさあこの位置拾っていてシゲ壁を作ります浮かせたボールになるヘディングはニアサイドここで2点目追加点が来た高いボール中村折り返してこぼれたボールこの位置からシュート打ちますが青木が最後沈めますかけますが、ここは白羽の対応、ただ後ろからラインを見てボール回収、中にシンプル入れてくる、ヘディング近くを選択しました、ここからのクロス、バーサイドヘッドボール、ここ、稲葉がつないでいって、もう一度クロス上げる、よしかし、このボールは決まりました、秋田追いつきました。下のあたり落としていきますがこぼれ球のところ斉藤啓太まだつなぐ打たせたボール竹を走らせるボールつながりましたクロス上げるヘディングここから稲葉このシュートは決まりました前で収めて高木あ残ったつながった池田早く来ましたこぼれた押し込んだ先制あった江口へ低いボールですけれどもここは井上若さまだつないでいますここで江口江口低いボールですけれども井上決まりました巻いてくるボールパンチング高木はこの位置から若さのシュート斉藤隆二の鋭いボールが入ってきたヘディングが落としたボール突き刺しました井上奪えるか最後若さ池田です池田長いボール入れる頭で落としてハンマのシュートが決まりました江口ですね揃わした残した戻してきた右足だーポストもう一回あそこはゴールにつなげてもらいたいところですね、クロスが入ってくるヘディングシュート1点は返しました秋田シゲが抜け出す1対1シゲ自分で行ったシュートこぼれた押し込んだ若さ仕掛ける若さのクロスヘディングシュートうん、池田のトラップ折り返すシュート大きいのところを狙っていきましたこぼれたボール中村回収低いクロスを上げるこのシュートは対決ロングスローきたちらつらつ混戦の中ボールをキープ秋田ちょっとまずいてしまった井上がシュート決めた狙いは手前ですおあフリックしてきた中村亮太プレーからのゴール数はリーグ6位という秋田ですさあヘディング押し込めたこれ落としたアウェーの東京ヴェルディが3点を取った後にホームの秋田が3点取って追いつくという試合になりましたさあこれをシゲ一度下げてこの位置から狙っていきましたかこれは高田突破を仕掛けますが太田のところ残して中村最後流し込む右サイド使う清原が対応おっとボールこぼれたこの前シュート決まったちょっと黒木のところでミスになった左足シュート決まった詰めてきた決まったさあここ真ん中のところ決めていきました
サイドバックに入っている加賀が持ち上がっていきます。開いて中村、中村浮かしたボール、さあ青木です。先制ゴールを決めた青木、中通して吉田いぶき、折り返して三上、青木さあ縦速い、斉藤独走シュートだー、決まった、秋田同点。収めたワンタッチでクロス、小暮、うわ、フリー、